はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はね、ダイソーで300円でね売られているこの USB スタンド扇風機ですね。3段階切り替えのやつですね。これプラス、300円のねモバイルバッテリーですね、ダイソーのね。これプラスこれでね、ちょっとまあ裏技いうほどのことではないんですけどね、ちょっとご紹介したいなと思いますね。まあ中をね開けるとこんな感じになりますね。裏返すとこういう形になりますね。あとここにねこういう形でねコード収納ボックスがねついてますね。ちゃんとねコード収納ボックスついてね、まあちゃんとシールでね貼られてますね、こういう形でね。今回はねここがちょっとねミソなんですよね。今モバイルバッテリーね繋いだ状態ですね。普通にこう青いボタンを押してくると1、2、3段階でね風量が変わっていきますね。これでオフですね。でこのオンのボタンを押しながら長押しするとねこの LED がつきますね。そうするとここの LED が赤に変わりますね。これでこうですね。でこれ風量がオフになって、これ長押しするとまたオフのね青色のランプになりますね。これが普通の使い方ですね。実はねこの状態でね裏側にねひっくり返しますね。そうするとねここにね端子らしきものがね、まあ、残ってるんですよね。まあこれ USB でね電源取った状態、オフの状態ですね今ね。この状態でねここの端子の電圧をね測ってやるとね、今オフになったんでねオンにしますね。これをね電圧をね測ってやるとね 4.23V 出てるんですよね。こちらがねプラスでこちらがマイナスになりますね。次にねこの300円のモバイルバッテリーですね、これをねこういう形でね剥がしていくとねこの表面のこれがね外れますんでね、この中にねこういう電池が入ってるんですよね。18650ね 2000mAh これがねついてるんですね。 3.7V ね。このね充電池だけをちょっとね拝借いたしますね。電池にねこちらがプラスマイナスってね書かれてますんでね、プラスにプラスですね。これをねそのまま入れるとねちょっと長さがねこれだけね足らないんですよね。5ミリぐらいね、これちょっとね工夫しないとダメなんですけどね。まあ中の状態はねこんな感じになってますね。電池のね長さが足りない分ねこの端子をねちょっと引っ張り出そうかなと言うんで、これカッターでねここをねプラスチックの部分ですね、ここをねちょっと切り取ってやろうかなと思ってますね。こことこことこことねここですね、こういう形でねちょっとカットしようかなと思ってますね。こういう形でねカットできたらねこれマイナスのドライバーでちょっとねこうやってやると浮いてきますんでね、まあ左右でね 2,3 ミリずつぐらいね中にね寄せてやったらいけるかなと思うんでね。はい、こういう形でね入りましたね電池がね。なんかね雰囲気的にはねこれ片側だけでいけそうですね。片側だけカットしてね端子をこう中にね寄せてやるといけそうなんですね。あとまあ隙間にねこういう形でねクッション材をね入れようかなと思ってますね。あとはねこう蓋しときますね。ちゃんとね合いますんでね蓋もね。今ね USB のね電源ケーブル挿してませんね。もう独立してますねこれ扇風機がね。この状態でねスイッチをこう入れてやると1段階2段階3段階ですね。
さっきね、300円モバイルバッテリーからね、電源取った場合、この風量がね、1段階以上上がらなかったんですけどね、電池内蔵式にしますとね、こういう形、1、2、3、4、5、6、7、ね、長押しでね、こういう形で LED もつきますしね。ここからなんですけどね、さっきね、充電ケーブルを挿した時にはね、オフの状態で青のランプがつきましたね、ここね。これがね、赤のランプになるんですね。今充電中ですね、3.88V。ちなみにね、今充電中ですけど、電池は熱くなってないですね。充電器の方はね、まあ、ちょっとあったかくなってますけどね。PCI のね、これは 2A ですね。2A の充電器ですね。今充電中ですね。0.36A、5.11V ね。0.36A ですね。満充電がね、近づくにつれてね、充電電流がね、少なくなってきましたね。今 0.15A ぐらいでしたね、これね。20分前ぐらいはね、0.15A でしたけど、今は 0.1A ぐらいになってますね。またね、15分ぐらい経ったんで、ちょっとね、電流を測定してますね。0.08A になりましたね。なかなかね、電池に優しい充電の仕方やってますね。最初はね、ガーッと大電流でね、充電して、あとはもうなだらかにね、少ない電流にだんだんなってくるいう形でね。ちなみにね、0.07A の時のね、充電電圧、今電池のね、電圧ですね。これは 4.07V ですね、今。全然ね、電池もね、あったかくなってないですね。常温ですね。前回よりね、30分経ちましたね。今で充電電流が 0.03A でね、電圧がね、4.08V ですね。充電電流ね、0.00A ね。ということで電流流れてませんね、今ね、こちらの方に。んで満充電になるとこの LED が青ランプに変わりますね。というんで、ただ単にね、この充電池をね、入れただけでもね、回路的にはしっかりね、機能してますのでね、安心して充電してね、使えますね。でもね、改造される方はね、あくまでも自己責任でね、お願いいたしますね。まあ私の場合はね、これ、青ランプがつくまで3時間半ぐらいかかりましたね。最初20から30% ぐらいのね、残量からですね。電圧はね、4.1V ですね。最終的にね。開放電圧はね、4.23V ぐらい出てましたね。もちろんね、これ充電ケーブル挿したままでもね、使えますね。こういう形でね。今ね、充電池駆動ですね。充電池駆動の時にはね、ここのパイロットランプがつかないですね。本日はね、以上になります。ありがとうございました。失礼します。